やみな、こんにちは。トラブル最終回ということで、まあ、最終回はこんなパートでいいのかと思いますけども、やります。全キャラ個別エンドというか、まあ、分かりやすく言うとですね、リトが告白をされて振りますと、まあバッドエンドですね、ある意味のルートをやっていきたいと思います。そしてですね、僕データを全部作ってきたんだけども、ロードします。一つ先に言っておきます。できてないキャラもいます。このゲームですね、バグが、まあ、あるんですよ。実はもうみんな知ってるかもしれないけど、フリーズするんですよね。あるなんかをすると、でそれがですね、ルンちゃんとヤミとナナで起きちゃって、でデータが作れなかったんですよ。なので申し訳ないんだけども、その3人はなしということで、もうこればっかりは自分の目で確かめていただくという形でお願いします。では、そろそろね、行きましょうか。ララからいいとこまで話を進めてまいりました。これまあ一悶着あり、事件があってね、まあ告白するというか、まあそういうところらへんです。まったくどいつもこいつも。まあでもいい機会かもしれないな。ララ、改めて話しておきたいことがあるんだけど。何？俺やっぱりララには笑っていてほしいんだ。悲しんだり傷ついたり、そういう顔は見たくない。今日みたいなそういうのはとにかく二度とだ。だからさ、だからララはそのうまく言えないけど、好きにしてくれていいよ。今まで通りお前がしたいようにしたいことを、けどもっと俺を、いつだって俺を頼ってほしい。役に立てることはあんまりないかもしれないけど、でも決して一人で背負い込まないでほしいんだ。それだけ、本当もうそれだけでいいからさ。あとは今まで通りでいいから。だからちゃんと伝わってるかな。うん、大丈夫、伝わってるよ。まあそういうことだから、それだけ。ありがとうリト。いや別にそんな大したことじゃ。私リトを好きになって本当によかった。やっぱりリトは宇宙一頼りになるよ。ありがとう。まだですよ皆様、まだですよ。お風呂に入って。やっぱ風呂はいい。日本人に生まれてよかった。今日はさすがにいろいろありすぎたもんな。あの宇宙生物たちも自分の星に帰ったし、行方不明だって言ってた凶悪犯もなんかただの迷子だったってだけみたいだし、制服はダメだったけどペケが新調してくれたし、終わりよければ全てよし。風呂出たらさっさと寝よう。さすがに疲れた。やっぱりリトは宇宙一頼りになるよ。私リトを好きになって本当によかった。なんでだよ、今はダメって言ってたくせに。これがあれか、噂に聞く小悪魔ってやつなのか。そうやって気を持たせて。いやいや待て、ララがそんな小賢しいことするわけないだろ。ララはララなんだから。姉上がお前を振るなんてありえない。何かありえない事態が起こったとしか思えないんだけど。そうだよ、きっとララには何か事情があるんだ。だからあんな態度で俺を。だったら俺は。リト、見て見て。何を？なんかもう全てが懐かしいんだけど、今やってて思ったんだけど。っていうかすでに全部丸見えだけど。本当だよ、これやべえじゃん。ほらこれ。さっき帝先生から届いたの。リトの記
憶を元通りにする薬だよ。1秒でも早く見せたくてワープしてきちゃった。そっか、ありがとう。あれ？あれあれ？リト、なんか反応が薄くない？いや、だからさ、風呂くらいゆっくりさせてくれよ。ごめんね、リト。さあ、来た。一刻も早くリトに伝えたくて、つい。ここら辺からですね、本編は。まあ、前置きを作ったのはですね、感情移入したくて、個人的にね。こっからじゃ分かんないもんだって。うん、もういいから。あ、それでね、帝先生から伝言。寝る前にお薬を飲めば朝にはすっかり元通りだろう。だ、そっか。じゃあ早速。本当によろしいのですか？元通りということはつまり記憶喪失になった時点の元通りなのでは？そうなんだよね。え、なんか問題ある？今の気持ちはなくなっちゃうと。つまり記憶喪失になって以降の記憶や感情が失われる可能性もあるのでは、と言っているのです。あ、そっか、そういうこともあるかも。そのあたり今一度お考えになってからでも遅くないのではありませんか？問題ないよ。うわー、なんか魔除け作ったせいで選びにくいな。行ってきます。本当に？ああ、だってこんな何もかも完璧で素敵な女の子を、記憶がなくなる前の俺だってきっと好きだったはず。いや、好きにならずにいられるもんか。お？だから大丈夫だ。今のこの気持ちがなくなっても同じ思いがそこにあるに決まってる。俺自身のことだもんな。俺が一番わかってるさ。それさえわかってれば何も怖いことはない。だから俺は、あ、起きた？あ、うん。おはよう、リト。おはよう、ナラ。あー、こうなるのね。マジか。いや、でも最後のリトかっこよかった。あれから1ヶ月が経った。はい。わー、なんか次のキャラいきます。あれは先輩が魔剣ブラディクスに操られていた時だ。はい、お次は九条先輩でございます。あの時と同じなら先輩の次の動きはきっと。それなら俺は記憶を信じて行動。軽々と避けただと。防がれたか。なぜだ、なぜ急に私の動きが読めたんだ。簡単ですよ、あの時の動きと全く一緒でしたからね。あの時、まさか記憶が戻ったのか。ええ、たった今全部思い出しました。そうか、よかった。本当に先輩のおかげです。ありがとうございました。いや、私ではない。君が頑張ったからだろう。本当によかった。だが、ええ、分かってますよ。はあ、と危ない。俺の記憶が戻ったから先輩が修行に行かないとはなりませんよね。それなら俺はやっぱり先輩に勝ってみせます。いいや、勇気、この勝負はもう決まっている。君の覚悟はやはりすごいな。私の負けだ。俺、先輩に人たちも入れてないですけど、いいんですか？もともと君が人たち入れればいいとは言っていない。私に勝てればと言ったのだ。そう言われればそんな気が。でも人たちも入れてないのに勝ちなんですか？ああ、高3だよ。
私は君の心に負けたんだ。もともと君は女性を傷つけるなどそんなことができる男ではない。確かに先輩にそんなことできないよな。そんな君に覚悟を決めて目の前に立たれたら、私は気絶するまで攻撃しなければならない。そんなこと私にできるはずもないからな。だから君が覚悟を持って私の勝負を受けた時点で、私の負けは決まっていた。そう、私の心はもう決まっていたんだ。勝負は単純に君の心を確かめるための付け足しでしかなかったんだよ。なんだ、そうだったんですか。あ、そうだ。それにしても君は本当に強い心を持っているな。そしていざという時、いつだって私を助けてくれる。そうですかね。ああ、そうさ。私にとって君はまさに白馬の王子様だ。俺がですか？それってもしかして告白？返事はいらない。おそらく勝負の後で気分が高揚しているだけだ。だから忘れてもらって構わない。先輩、何でもない風に言ってるけど、先輩真剣な目でギュッと握った拳が震えてる。その言葉は嘘じゃない、先輩の本心なんだ。だったらちゃんと答えなくちゃ。いや、一人の男としてちゃんと答えたい。あれ、なんか普通にこれバッドエンドの方だよね。あれ、先輩、今ここで返事をします。せっかく九条先輩がかけ根なしの本音を言ってくれたんです。だからこの場で返事をさせてください。ここですぐにか。ちょっと待ってくれ。私の心の準備が。俺は九条先輩のことを何でもできて他人なんて必要としないすごく強い人なんだと思ってました。だから俺が先輩と恋人になるなんて想像したこともなかった。ユキ、そうか、そうだよな。お前にはもっとふさわしい女性が。でも本当の先輩はそうじゃなかった。本当の先輩は友達のことを大事に思ってて、ちょっと少女趣味のどこにでもいるような可愛い女の子でした。それはそんな先輩が記憶喪失の俺を心配してくれてすごく嬉しかった。俺そんな先輩に惹かれてたんです。ユキ、だから俺は一人の女の子としての先輩が、九条凛先輩が好きです。大好きだ。なんて言った今。ユキリとは九条凛先輩のことが好きです。責任感が強くて面倒見がいい。だけど普通の女の子の一面もちゃんと持ってる。そんな先輩が俺は好きです。君は本当に肝心な時だけその男らしくなって困る。まだ心の準備ができてないのにどう反応すればいいのだ。普通の今まで通りの先輩でいいと思いますよ。そういうわけにもいかないだろう。せっかくの王子様との告白シーンなんだぞ。じゃあこういう時は決まっている。付き合う者同士といえばそのやっぱりキスだよな。わかりました。頼む、優しくな。あれ、ちょっと待って、なんで嘘。黒くなった時の自分の顔が嫌だね。あれ、全然バットじゃないじゃん。個別エンドってまた違うんだね。先輩かわいすぎますよ。それな、めっちゃわかる。もうちょっと待って、あれ、俺これ 2回目だよな、このシーン見るの。やべえな、やっぱりやばいな。先輩、ユキ好きだ。私は心の底から君のことを求めてる。
ちょっと待って、ちょっと待って、戻ってセリフを確認しますよ。なんかもう普通にプレイしちゃってる。やばい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 。俺もです、先輩。俺も心の底から先輩のこと嬉しい。個別エンドじゃないのこれ。トゥルーじゃん。ちょっと待って、これトゥルーじゃん。え、あれ何起きてんの、どういうこと。まあいいや、とりあえず次のキャラクターいきます。その好きな人ってまさか。そろそろキャラクターも終盤ですね。サイレンジ、春菜ちゃん。サイレンジ、ごめんなさい。一番ずるいタイミングだよね。もうすぐ記憶が戻るのに。ゆうきくんのさっきの言葉、偉そうなこと言ってたけど、本当に怖がってたのは私。ずっとゆきくんのお手伝いをするふりをしてたけど、記憶が戻るのは怖かったの。そうなったらララさんと正々堂々、私じゃ勝ち目ないから、あの一日付き合ってもらう約束だって、記憶が戻ったら正直になろうって思ったからだったんだけど、記憶のないゆきくんにつけ込んだみたいなものだよね。本当どうしようもないよね。自分のことしか考えてなくて。サイレンジ、ごめんね、迷惑だよね。今こんなこと言われても分かってる。だから今日のことは忘れて。おいサイレンジ、明日からいつも通りの私に戻るから。だからゆうきくんも私のことなんて気にしなくていいから。私が勝手に喋ったことだから、たまたまゆうきくんはそれが聞こえちゃっただけだから。じゃあ私行くね、ごめんね、迷惑なことばかり言って。サイレンジ、わー、行かせる、行かせます。忘れて、確かにそれが一番いいのかもしれない。この薬もサイレンジとの思い出が詰まりすぎてるかな。えっ、全部忘れちゃうならこうした方が。あ、捨てちゃったんだ。これでいいんだよな。終わり。めっちゃあっさりしてるじゃん。もっとなんかリト言ってほしかったな。